これは暑すぎるからやめます。これは秋口に着ます。暑すぎた。ザラさんバイバイ。ほい、なんか涼しげなやつにしました。これにしたね、この方が涼しいや。今日はテラスだから。この中に虹の色が見えるんですけど、今日友達見せよう。一人は知ってるけど、このこと。綺麗。出かけようね。こんにちは。
ああ、たたたった。言い方がね、言い方により。もちろんこの下は違いますけども、うん、全然売れませんで、うん、で、 で職の店員さんにあの吊るして振りにしたらっていうことで、そういうことでしたっけ、はい、やっぱりあの日本人はハンドベルはあんまり使わない。そうですね、はい、あ、うん、いたじゃないいたじゃなかったこれはあれで叩き具合によって凹凸自分でつけられるっていうんですか。そうなんです。でオリジナルとしては職人さんがやるとこんな感じの、まあ、綺麗な土目ですけれども、あの素人がやってもこれぐらいにはなります。タンブラーのキット欲しいな。それと風鈴1個欲しいな。風鈴一番音が良いと言われてるのはどれ。これお好みなんですが、うん、高くなりますね。高くなるね。でこれはもう全然ちょっと違う乾いた音になりますね、うんうん、あとはもっと高くなる、高いです、乾い音。なん
なんかすごく人気のバランスも取れている、うん、あれと習慣みたいな感じです、うん、なんかテレビで見たらこれだったな、昔。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。そうなんです、これあの平たく売ってまして、うん、それをこういう角でですね、グッとやるんですね。で、同じかな、こうやって見てるますと、こういう箸置き、余韻のこっちの方がいいんですよ、ね、これの金を一つと、はい、これタンブラーセット一ついただきます、はい、ありがとうございます。ご準備します。あ、あとこれか、これも柔らかいんだっけ。柔らかいね。これの大きいやつ売ってたね、うん、これこういうのでしょ。そう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 。形が変わるのね。壁掛けも良くない？綺麗。うちの壁にあってもダメだけどね。うちも。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。お待たせ。ワンちゃんカードだね。じゃあ帰ろうか、ね、お友達もいるね。お庭で遊んでていいよ、ね、で購入した風鈴とタンブラーをちょっと見てみたいと思います。はい、開けさせていただきます。あー綺麗。よいしょ。お、あ、もう紙がついた状態だならないよね、スポンジ入ってるもん。それやった。ちょっと根元持ってるから音があれですが、いい音。釣り糸で、さあ、やっぱり手持ちじゃなくてこうやった方がいい音しますね。ほらいい音してますよ。何してるの？届いた。え、聞きたいときはうちわでわたわたしなきゃいけない。来た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 、できた。あれ、いや、あなた鳴らないよ。これを使ってなんとかしたいかなとごめんね、穴開けて。
ちょっと外側。葉っぱ。うん、これでいいかな。いかがかしら。よかよか。ゆけん、お花がもうちょっとでね終わるから、そうしたらちょうどいいんじゃない。ごめんね、刺しちゃって申し訳ないんですけど、設置させていただきます。農作さん、お願い、花槌の逆さの方にゴムかなんかつけていただきたい。半ぐらいやりました。こんな感じです。満足のいくキットです。一回これで洗って使ってみようと。ごちそうさまでした。なんか強い風だからって言ってなるわけじゃないらしいね、あの人、あの風鈴は。わかりました、行きます。はい、行きます。ありがとう、かわいい。